ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、皆さんこんにちは。3月15日金曜日の伊藤圭介のヘイウエスタンです。こんにちは、伊藤圭介です。はい、こんにちは、平野大作です。はい、ということですね。もう先週あたり大作さんちょっと花粉症かなとかっていう、そうそう、状態だったんです。うん、今日もマスクはね一応してるけど、はい、これはね花粉症なのか、はい、なんかホコリっぽいとくしゃみ出たり、うん、鼻水出たりするじゃないですか。はい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 、なんか今年花粉の量が多くてそんな感じなのかなっていうね。うんうん、そうかもしれないね。うん、今日結構ね多いっていう風に聞きましたよ。はいはい、僕は花粉症ではないので全然かゆくもなんともないんだけど、うん、そう、でもマスクをしてる人ももう本当多いですから、なんかね喉がイガイガするんですよ、マスクしてないと。あ、なるほどね。うんうん、やっぱしといた方がいい ね、 俺 ね、 ね、うん、そう、なんか乾燥したりガラガラしたりとか、そういうのが、うん、花粉が飛んでるとやっぱこれはホコリが舞ってるのとある程度似てるところがあるので、ね、そういう状況になるのかもしれないですよね。はい、ということで、まあ、ちょっとこの後もねちょっとメール読みますけど、はい、やっぱもう花粉症の話とかやっぱありますね。もう話題はね今ね、そうだよね。うん、皆さん本当大事にしていただきたいと思います。花粉症の方は本当になんていうの、なんか思考力もこう鈍っちゃったりとか、そういうことがあるんでね、本当大変だと思いますけど、とにかく乗り切っていただきたいというふうに思います。はい、はい、それでは番組始めていきましょう。この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソエルフラワーズの提供でお送りします。ソエルフラワーズプレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスタン。早速メールを紹介しましょう。はい、浜松市有玉のですね、うん、有玉西のですね、51歳トラックドライバー3代目恋するエルニーニョさんからいただきました。ありがとうございま す、 います、ね。美穂純じゃなくなったのか変わったね、うん、変わったね。圭介さん、大作さん、こんにちは。こんにちは。僕も花粉症だもんで、うん、マスクと目薬とボックスティッシュがないと大変です。おうおうおう、うん、ボックスティッシュにはこだわりがありまして、うん、もうこのぐらいだともうボックスティッシュのプロフェッショナルみたいになってきちゃうんだねもうクリネックスティッシュしか使いません。おもういろんなメーカーがあっていろんな種類がありますけど ね、 ね、うんうんうん、クリネックスティッシュのどこが良いかというと、うん、ティッシュをシュッと取った後に、うん、またシュッと次のが出てくるじゃん、うん、じゃんじゃんそれが最後の最後まで出てくるのがクリネックスティッシュなんです。回し物かあんたはすごい。そうなの？知らない。なんか他のは枚数が少なくなるとシュッと取っても出てこない時があるもんでムカつくから使いませんそうなの？そうなの？あんまり意識したことねえな。意識したことないね。てかまあ家で使ったとしても、うん、最後の週をやる役回りに俺は多分なってないんだね。ああ、そういうこと知らない間にも変わってると。そう、案外トイレットペーパーは俺が買える場合が多いんだけど、 あのティッシュの場合は僕が知らないうちに新しいのに変わってるっていうな、そんな感じなんだけどね。え、そうなの？そうなんだ。あれ、最近のティッシュもなんかさ昔なのか最近もあるのかな、はい、あの裏側にこう、ちょっと、うん、切り目が入っててこう持ち上げるようになってませんでした、はいはい、あ、ポコッとこう下から上げるって、そうそう、押し上げて中でね、はあはあ、残り少なくなったの取りやすいようにみたく。なるほどね。昔は結構さ、うん、あの穴の中上からさ手突っ込んじゃったりなんかするよ、うん、なんかなってくると。あ、はいはい、そう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 、うんまあ、でまあこの方が言っているものならば、うん、いつもこう表にこう出てくるわけで、ね、シュッてこう次のが出てくるっていう状態が続くから手突っ込まなくてもいいんですけど、うんうん、まあそういうことですね。あ、なるほど、そうかそうか。気をつけて今度は確認していろんなティッシュを試してみたいかなっていうふうに思いますけど、うんうん、まあ多分でも僕浜松にいる時って週に3日ぐらいいるんですけど、はいはい、でも
そんなにね一人でティッシュそんな使わないもんで、まあね、うん、1回買うとだから6個ぐらいのこういう箱買うじゃないですか、はい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 、まだこっちに部屋を借りてから、うん、1回もその後買ったことないもん。え、本当に、うん、もうだって1年ぐらい1年まだ経たない、まだ経たない、まだ経たないんですけど、それにしてもそんな減らないんですね。すごいですね、うん、アナウンスアカデミー来た方でグシグシしてると貸してあげますけども、はいはいはい、僕自身がそんなにあもう鼻かまないっていうか、うん、へえ、そうですね、まあいいですね、経済的でね鼻かまないっていうと鼻水出ててもかまないみたいですそうじゃなくて出ないとね、うん、出ないんであんまりね、うん、うん、そうですか、はい、ありがとうございます。3代目恋するエルニーニョさん、はい、またいろんなティッシュの研究をしていただきたいと思います。そうですね、はい、続いてはですね、サスラインの J ボーイカックンからいただいております、はい、ありがとうございます。ケイスケさん、大作さん、こんにちは。こんにちは。すっかり春らしくなってきました、うん、先ほどヒバリが鳴きながら飛んでいきました。ほう、ヒバリってどんな声だろう ねえ、どんな鳴き声、ね、最近いろいろ鳴いてんだけど、うん、あんま分かんないんだよね。ウグイスとかさ、カッコウとかさ、うん、ああ、まあ、その辺はね、まあ、スズメとかぐらいなら、うん、あのカラスとか、うん、割と分かるんだけど、ヒバリね、ヒバリね、結構鳴くんでしょうね。ね、伊豆の方にはいません、ね、いや、いると思うんですけどもういろんな鳥がいて、最近もうわけわかんなくなっちゃって、うん、図鑑を持ってないところいかんなっていう感じはいはいはい、はい、いちいち携帯で検索してる前に鳥はどっか行っちゃうもんで、うん、あ、まあそうですね、うん、写真も撮れないし、うん、とか思って、うん、ヒバリね、うん、そうか、ちょっとまた研究し、僕の方もこれは研究したいと思いますね、はいはい、風さえ強くなければ暑いぐらいになりそうです、うん、今日ね、本当そうだ、うんうん、で風というともうじき5月のお祭り、うん、各町内では準備が始まり、糸目付けが始まる頃には盛り上がってきますねと、浜松以外の方は理解できないお祭りですが、そろそろそわそわする頃ではないでしょうか。あ、まあそうだね、今日15日なんで、はい、まあ、来週あたりですね、うん、来週末ぐらいはですね、いろいろこうやらなきゃなんないんじゃないですかね、お祭り関わってる方々がね、うん、集まってね、そうですね、うん、そろそろそういう季節になってきましたね、1年あっという間だなと思いますね、まあ、あっという間ですね、本当にね、うんうん、でそれにしても春先は花粉症でやられている人がいますけども、はいはい、お二人はいかがでしょうかという質問で、だからまあ、うん、まあ私は大丈夫なんですけど、うん、僕も多分大丈夫だと思う ね、 ね、大丈夫ですよね、うん、なんかね、うんうん、ということで私たちは、はい、案外大丈夫です、はい、変わらず、はい、うん、まあ、元気でやってますんで、うん、はい、やっぱりティッシュティッシュを箱で持ち歩いている人がいましたが、私は目がかゆいぐらいで済んでいるので幸せです。あ、それでもかっくん目がかゆいんだね。目がかゆいのも辛いですよね。辛いよね、辛いよ ね、 ね、なんか運転とかしたくないし ね、 なんか ね、 ね、うん、あの仕事をしてても、うん、やっぱ気になっちゃうし、そう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 、こすっちゃうと、まあ、痛くなっちゃったりとかね、うん、するので、うーん、やっぱティッシュを箱で持ち歩いてる人いるんだね。いるんだね、うん、どうですかでも画期的だったね。昔はだってティッシュなくてさ、トイレットペーパーなかったからね、ちり紙だもん、何でも、鼻かむのもちり紙だし、うんうんうん、トイレに置いてあるのもちり紙だから、はいはいはい、はい、でいいちり紙と悪いちり紙あんまりやる、あの鼻かむと鼻が痛くなっちゃうやつとか、うん、お尻が痛くなっちゃうやつとか、うん、そういう硬いちり紙があってね、はいはいはい、うん、うちは比較的ちょっといいやつ使ったと思うんだけど、なんか親戚のうち行くと、はい、なんか色自体が灰色のやつで、うん、結構ゴワゴワしてんだよね。そういうのを昔使って、そう、ほんで、まあ昔だからね、穴が開いてるだけみたいな、まあそうですね、落とすだけのね、落とすのね、うん、そう、夏になるとたまんないですよね、下から熱気が上がってくるようなね、そういう、うん、俺だから下にこう虫みたいなの見えたりすると、これが蒸し暑いっていうのかなとか思ったんだけど、そういう意味じゃないっていう、ね、それはちょっと違うね、あんた何言ってんのっていう本当に、はい、ということでね、あのかっくんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。さて、今週はですね、はい、あの今週来週は、うん、あのドキュメンタリー映画、うん、ライフ生きていく、はい、これを監督しました笠井千明さん、東北のね、東日本大震災で被災にあった、方をですね、取材してドキュメンタリー映画にしたと、はい、ずっと取材し続けたという作品なんですけれども、うん、その笠井さんがゲストで、お話をしてくださいました。はい、ということでね、うん、1曲目もね、ちょっとこれお子さんのこととかいろいろ出てくるんですよ、うん、ドキュメンタリーの中にはね、うんうん、お子さん亡くされた方もいっぱいいて、でまた今
最近ニュースすごい虐待といじめもめちゃめちゃ多いね、まあ、多いですね、めちゃめちゃ多いね、うんうん、ということで、昔そういうことがないようにと思ってずいぶん前にですねキャンペーンに、はい、使ったことがあってこの曲を私が聴いて、ほうほう、西島美恵子さんのねお日様の種っていうんですけども、はい、そのキャンペーンの最後に子供たちも一緒に歌ってくれたバージョンをちょっと聞いていただきたいと思います。西島美恵子お日様の種、今日の1曲目は西島美恵子さんでお日様の種聞いていただきました。もうね幼稚園児のね元気な声が、はい、うんうん、もうちょっと調子パズレになろうが何でもいいんだっていう感じで、ね、もう元気よくですね、うん、そうそう、体中で歌ってくれるっていうかね、うん、そういう感じで、まあこの大体ね歌詞の中で最初ね子供は、はい、生まれた時にこうなんて、うん、お日様の種握ってって、うん、子供って手握ってるじゃないですか。そうですね、でギュッとしてますよね。ギュッとしてるよね、うんうん、だからなんかこう指とか出すとこう指キュッと握ってくれたりするんだけども、うんうんうん、まあ、そこからの発想でそこにはお日様の種握ってるんだよっていうようなことを、うんうんうん、まあ発想してっていうことなんだよね。いやいい歌だな、うん、でこの時にまあまあ、イベントでもって収録した今の部分っていうのも入れて、はい、まあ、こう CD を作ったんですけど、はい、その CD ジャケットあちょっと 見られます？こっちありますか？あそうそう、こういう、はいはいはい、M 名前さんというね、うん、盲目 のイラストレーターなんですけれども、すごい色彩感覚で、で途中で見えなくなってますから色のことは覚えてるんですよね。だから何色を使うとかっていうのを奥様に言ってそれを渡してもらってこう書いてっていうようなことで、この、まあ、お日様の種のジャケットを書いてくださったんですね。でその M 名前さんという方がこの間ね、はい、ついこの間なんですけど、うん、亡くなられましてね、ほうほうほう、なんかとっても残念だなと思うんですけれどもね、うん、でも本当にいいジャケットをね書いてくださってありがたいなというふうに、ぴったりですねこれね、はい、ということで、これ2002年3年かなその頃ですね、はい、ということで1曲目西島美恵子お日様の種聞いていただきました。伊藤圭介のヘイウェスター圭介の酒場放浪癖。ちょっと今笑っちゃいそうになったのはですね、はい、この時の収録のことをちょっと思い出して、なぜ感動的な収録だったじゃないですか。そう違う違う、感動して泣いた人がいるのを思い出してちょっとおかしくなっていうぐらい今回はねものすごい、うん、きっちりそのドキュメンタリーについてですね、うん、監督の笠井千明さんにね、伺いました。ドキュメンタリーライフ生きていくの監督、はい、笠井千明さんが今週来週のゲストです、はい、はい、聞いてみましょう。さて大作さん今週もはんなりやってきました。はい、はい、やってきました、うん、中区元城町アルスパーキング地下1階はんなりさんから今週もお届けします。はい、今週のですね今週、はい、来週のですね酒場放浪癖の、うん、ゲストはですね、はい、東日本大震災の被災者の方を取材し続けて、うんうん、このほどドキュメンタリー映画を作られた、うん、笠井千明さん監督に来ていただきました、はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というのは、まあ、僕はちょっと知ってるんですけど、はい、なんでこんなお綺麗な方をSBS 時代に、はい、そう彼女 SBS にそうなんです。今いらっしゃった、はい、最初 の, そのキャリアは SBS からっていうことでね、もう大学卒業後からお世話になった、うんうん、お世話になった。いや僕はまあお世話も何もしてないんですけど本当にもう少しちゃんとねお世話すればよかったなと思うんですけど、はい、まあSBS の時からですねいろいろ、まあ、ドキュメンタリー志向みたいなところで、ね、そうですね、はい、うん、報道で働いてましたけど、うんうんうん、まあ、やっぱりドキュメンタリーをやりたくて、うんうんうん、はい、頑張ってました。なかなかこうシフトに組み込まれていくと、はい、こう自由には動けないという。そうですね、うん、やっぱり基本的には記者、うんうん、で記者クラブの仕事なので、うん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 、やっぱりニュースのための取材っていうのがほとんどだったんで、はい、まあ、なかなか、うん、ご本人としてはもう少しこう掘り下げたいなこれっていうのが結構あっても、うん、なかなかその時間は取れないっていう。そうですね、うんうん、まあ、とはいえ、うん、なんとか時間を見つけてはこそこそやってましたけど、作りましたもんね。そうですね、何本か、はい、そうですね、はい、
で、その後その、はい、中京テレビに移られた。そうです、はい、名古屋で、うん、はい、名古屋は何年ぐらい。名古屋は丸7年ですね。7年結構長く、はい、そうですね、それなりに、はい。で今回のそのドキュメンタリーというのは、はい、その名古屋にいらっしゃる時に、ちょっと有給休暇を使いながらみたいな、そんな感じ、お休み使いながら取材に行って。そうなんです、あの、うん、そうです、あの、うん、震災が起きた時は、うん、まあ、中京テレビの報道で、うん、まあ、記者、はい、ディレクターの仕事をしてたので、うん、まあまあ、いろいろありまして週末、うん、はい、まあ、個人的に震災の年の夏ぐらいから出かけるようになって、はい、でまあ、そこからはもう土日休みにもう自分の個人的なこととして、あの、会社とか仕事と全く関係なく、あの、お休みに自分の個人の活動として撮影するっていうことをずっと、はい、やっていたので、まあ仕事とプライベートと二足のわらじみたいな形で、はい、ずっとやってます。機材とかは最初からこう自分で用意して東北に。そうです、はい、うんうんうん、あのもう実は震災起きる前から、はい、実は自分自身の、カメラをもうすでに持ってまして、うんうん、はい、はい、何かあったらもう自分で撮るんだっていうふうに決めていたところに、まあ、震災があって、うん、はい、なのでもう機材も最初から、うん、まあ、あのプロ仕様というか業務用の機材もあり、うんうん、という中で、うん、はい、撮り始めたものです。最初に行ったのは2011年の夏ということで、福島に行ったのは、はい、実はあの仕事で震災から3ヶ月後の6月に実は一度行ってます。まあ、ただちょっとなかなか自由には、まあ、当時その避難指示区域もあって、で、うん、でなかなかあの放射線量もまだよくわからない時期でしたので、はい、うんうん、もう縛りがきつくて、うん、もうこれだったら自分で行った方がいいっていうので、うんうん、まあ、8月以降一人で行き始めたと、はい、あ、はい、で今回のこのドキュメンタリー映画のライフ、生きていくっていうのは、はい、この南相馬市の上野さん、はい、茅浜というところで、はい、一軒だけ、まあ、はい、住めるような状態ではないけど、はい、一応不体というか、あの、家が残ったお宅、そうです、はい、上野さんにいろいろお話を伺って、はい、うん、そうですね、うん、集落、あの、本当に、うん、あの7割がもう流出して、うん、まあ、跡形もない地区なんですけど、はい、その真ん中にポツンと、はい、あの上野さんのお宅だけ、うんうん、まあ、なぜか、うんうん、こう原型をとどめた形で、はい、まあ、1階はもう壁も抜けて、はい、柱も折れたりとか、うん、もう全壊扱いなんですけど、はい、まあ、2階はそのままの状態というので、うん、まあ、しかもあの日本家屋 の、はい、あの重厚な本当に大きな立派なお家なの で、ね、うん、はい、遠くから見てもすごく目立つというか、うん、あのやっぱりあそこに行くと、あのいろんな方の目に触れていたというか、うん、まあ、そこにあって津波がどれだけ、威力があったかっていうことを、はい、まあ、唯一伝えてくれているようなお家の、はい、形として残ってたものです。ちょっとね、すみません、料理がちょっと揃ったみたいなものですから、はい、そうですね、うん、一応料理の説明を、ね、あのしてもらってで、ちょっと乾杯もして、うん、で話の続きを伺っていきたいと思いますけれども。そうですね、そう、うん、だからとりあえず乾杯しましょうかね。しときましょう、はい、うん、とりあえず、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、はい、さあ、それではね、あのいろいろなんか、はい、唐揚げのようなものとかお刺身、うん、これはようなものね、今日はすごいですよ、なんか、うん、なんか鍋があるんですけど ね、 今日はね、はい、うん、これはね、すごいな、今日ホタルイカの置き付けもあります、はい、ああ、ヒロさん、はい、今日もヒロさんがご紹介してくれます、はい、どうもこんばんは、ハンナリの内山です、はい、本日お作りの方が、はい、天然のトラフグ、ほう、はあ、トラフグ、はい、に寒ブリ、寒ブリ、あとバチマグロですね、マグロ、マグロ、はい、脂がもう結構ベタベタに乗ってますんで、はい、とあとホタルイカの置き付けに、はい、あとはてっちりと、はい、あとフグの唐揚げを、あ、これフグの唐揚げですね、はい、はい、で締めにあのお雑炊の方を、雑炊の方をやって、はい、いただきたいので、はい、はい、これ鍋は
どのぐらい目安であれかね。もうちょっとしたら、ね、あと15分ぐらいは。あ、はい、はい、分かりました。拭いてくるのでその時にまた声かけていただければ、うんうん、はい、はい、分かりました。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では、まあ、いただきながら、お話を伺っていきたいと思います。はい、はい、ということで、あの確かにあの先ほど伺ったように上野さんのお宅すごく立派なね、はい、2階の、うん、お家で、でも下のところもガーンってね、あの見やられちゃってる、うん、はい、うん、で、あの家族4人、うん、あの上野さんのご両親、おじいちゃん、はい、おばあちゃんと、うん、と3歳と8歳のお子さんがいたんですけど、うん、まあ、4人そこで亡くなったと、うん、だ6人家族で残ったのは、はい、あの上野さんのご夫婦そうですなんですよね、はい、お父さんお母さんはあのお家の近くで農業をされていた。そうですね、専業農家でしたので、うん、はいはいはい、で、お子さんたちは8歳の女の子と3歳の男の子、はい、うん、はい、その子たちも、まあ、流されてしまった。そうですね、おじいちゃん、うん、おばあちゃんがよくあの、うん、2人の面倒を日頃から、まあ、あの、うん、上野さんご夫婦とも、うんうん、あの働いてましたので、はいはいはい、そういうので大体4人でお家にいることが多かった、はい、そうなんですけど。上野さんは消防でしたっけ。上野さんは、うん、あのお仕事は、はい、あの JA の職員を当時やっていらっしゃって、あ、はい、農業関係、うん、で、あの消防団は地元の、はいはい、消防団員っていう形で、うん、ね、はい、やっていらっしゃって。そうか、で奥さん看護師さん。そうですね、はい、はい、ちょっと吹いてきましたね。ちょっと鍋が今ね。ちょっと慌てたんですけど。今ね。はい。またしてますね。うん。はい。まあ、あのそういったことで、その奥さんは病院にいらっしゃったから。そうですね。仕事中でしたから、うんうんうん、もう人工呼吸器つけてる患者さんや、はいはい、もうあのとても職場を離れることが、うんうん、あのその震災が起きた時はできない状況で、はい、まあ、うちのことが気にかかりながらも、はい、まあ、職場に残って、うん、まあ、仕事をしていたと、はい、あの茅浜では本当に上野さんのお宅だけこう形が残っていて、他はもう何もない状態。そうですね、あの周辺はもう何十軒も家があったんですけど、本当に何一つない、残ってないですね。なんかこの前ね、上映会で見せていただいたんですけど、広い感じで他は何もないっていう感じの映像があって、それでね、あの僕があのやっぱ感じたのは、マイクを通して要するに風の音を拾うじゃないですか、あの風の音がね、はい、あのところどころでもうあの聞こえてくると、なんかもうそれがすごいこう寂しいっていう感じになるのね、はい、そうです、うん、あの、うん、本当に風がいつも強い場所 で、ね、でそれはやっぱりあのお家が、うん、亡くなったことによって、はい、もう海からの風がそのまま吹き抜けるっていうこともあって、あ、もう常に風がビュービュー吹いていて、ね、だからマイクって今もこう風防がついていて、はいはい、風防ってまあ風が入らないとか避けるっていうことなんだけど、でもそれを通してやっぱ風の音が、うん、でそう思ってね、その後このライフ生きていく、ね、この、チラシをね見たら、ただ会いたくて風吹く浜で今日もっていうコメントがあって、はい、あ、はい、やっぱり風だよねってすごく思ったんですよね。そうですね、うん、はい、あのこのイメージも、あの、はい、タイトルの字と、はいはい、イラストも、まあ、風っていうイメージ で、うん、まあ、私 の、 あの個人的な感覚なんですけど、はい、その行方不明 の、 あの3歳のお子さんを探していらっしゃったので、うん、はい、あの陸なのか海なのかどこかにいるかもしれない、うん、その子から何か風を通してこう、うん、その子が語りかけてくれるというか、うんうんうん、風を感じるとまあその子を感じているような感じもあって、あ、何かその生きているお父さんと、うんうん、まあ、行方不明でどこかにいるお子さんをつないでくれるのが風というような感覚がすごくあったので。なるほどね、はい、まあ、確かにこのそのライフっていう文字も風にシューってこう流れていくような感じですもんね。これあの第5回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞ということで、すごいですよね、はい、ありがとうございます。それでまああの上映会もこの海外でもっていう、それ
と直接は関係ないかもしれないんですけども、その国際ジャーナリスト賞っていう名前がついている通り、はいはい、山本美香さんっていう方はあの、はい、シリアで、うん、2012年の夏に銃撃されて、うん、亡くなった女性ジャーナリストの方で、その方はその戦火の中で、それでも強く生きる人を追いかけたっていう方だったんです、で、国際的な活動されてたんですけど、その東日本大震災というテーマであっても、その国際的な、バリューのあるもので、かつその人の生きる姿を描くっていうところが、評価していただいたという話で、はい、本当に嬉しく思ってます。そうですね、素晴らしいですね。で、僕見て感じたのは、大作さんのドキュメンタリーでも普通その結構やっぱナレーションがあるのよ。はい、で、僕みたいな仕事してると、はい、そういうのってすごく気になるので、どういう人がどういうナレーションするんだろうと、ところがこのライフ生きていくは一切それはなくて、余計な説明も一切ないもんですから、さっき言ったようなもう風の音とか、そういうもので、その広々とした荒涼とした土地のそういう映像で感じる。あと時々笠井さんの声も入ってるけど、ほとんどが上野さんとかね、その皆さんインタビューした答えする声、それだけなのね。と途中でね、見始めてから、上野さんって何してる人かなとかって思ったりするんだけど、実際このドキュメンタリー見るときの焦点は、そこではないんだよ、なんかね、そうそう、はい、気になるんだけど、そうじゃないっていうことを多分何も説明しないってことはそういうことなんだなっていう、見るべきところがね、そうですね、ナレーションをつけない、作品ってこうなかなかテレビではできにくいもので、私はその、最終的にはフリーになって独立して、この映画を作ったんですけど、やっぱりテレビでできない映像表現をしたいと思って、それはまずナレーションをつけずに、その出てくる方々の語りで、しかもそのすごく心に響くような語りを私はお聞きして、それで組み立てたっていう映画なんですけど、私からの説明とか解釈とかというよりも、当事者の方のお話を、現地になかなか皆さん行って、直接伺うのは難しいと思うんです。でも、私自身が現地に行って伺ったのを疑似体験していただきたいというか、直接その方々を前に話を伺っているような感じで見てもらいたいというふうに思って作ったので、だからとってもストレートにやっぱりそれが伝わってくるっていう感じなんですよね、そこはだから、訴えるものって強いなっていう感じがしたんですけど、そもそもそのじゃあこの南相馬の茅浜っていうところなんですけども、ここはちょっと他とは違う、福島県の比較的原発近いって近いところですよね、そうですね、22キロぐらい、北なんですけれども、震災の1ヶ月後からその20キロの、円形の地域は警戒区域という原則立ち入り禁止の、24時間検問があってバリケードの中という地域になったすぐ外側の場所でしたから、ギリギリその人が住むことを震災後も許されてはいた場所なんです、ただその、20キロから30キロっていうエリアもその避難指示が出てましたので、最初屋内退避、できるだけ外に出ないでくださいっていう指示であったりとか、その後も緊急時避難準備区域というお年寄りとか小さなお子さんとか、自分で避難できない人は基本的には いてはいけませんという、そういう指示も出ていたり、ですので30キロ圏内というとやっぱり避難指示が、基本的には出されていた場所ですから、そこにずっと震災後も変わらず暮らしていらっしゃると、本当にでも上野さんがこのドキュメンタリーの中でご本人がね、やっぱりこうなかなかこう助けてもらえなかったっていうような思いがやっぱり強かったんじゃないかなと思うんですけど、要するにそれはやっぱり原発の影響とかもいろいろあったりとか、
自衛隊の隊員 の、 あの数とかも考えたらなかなかこうそこまではいけなかったのか、要するに何1ヶ月以上は経ってるわけですよね、うん、あのもうまさに原発のせいですね、はい、あの原発事故でその放射能が、うんまあ、どの程度のレベルなのか、はいまあ、あとはそれによって被爆でどの程度リスクがあるとか、はい、とかっていうことも、まあ、なかなかやっぱりわからない時期でしたので、うんうんうん、あのそういうことでこう自衛隊もなかなかこう上から派遣する要請もできなかったっていうことだったようですけど、うん、ともかくあのまあ町の中の市民の方も原発事故が起きて一斉にそこから離れていったので、こうまあ誰もいないという状況になったのはやっぱり原発事故のそのものの影響ですよね。そうですよね、はい、だから津波の後の、うん、そういう上野さんだけになってしまったみたいな状況になったのはその原発が始まっちゃったというか、そういう以降皆さんがいなくなっていったわけだから、そうです、はい、うん、あのそういった意味であのこの映画が福島の津波をどうしても伝えようと思った理由がそこにありまして、その津波であの流された方々、あとまあ家族が流されたままそういう家族を探している方々がいる一方で、あのまあそうでない方は原発事故が起きて一斉に避難をされていくと、まあその結果あのマスコミもそこにほとんど入らなくなりましたし、まあ自衛隊や警察の捜索も入らないと、やっぱりこう置き去りになって、あの一切報道されることもなく、でその後もあのずっと放射能の影響が今も続いている中で、やっぱりこう津波があり家族を亡くした人がいるっていうところに想像を及ばせなくしているのはやっぱり原発事故があったせいなんですね。だから上野さんいろんなねその報道を見て、まあよその地域でその津波あったところにいろんな救援物資が届いたりとか、いろんなこうことをこう救援活動とかされている報道を見てね、やっぱり余計ねこう辛くなったんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね、まあ、当時その無事だった奥さんの実家に寝泊まりされていたので、はい、あのテレビをつけると、まあ、宮城岩手で自衛隊がたくさん捜索をしていたり、まあ、地元の方が皆さんで、はい、あのいなくなった方を探していると、でもあの一方で自分の足元を見れば誰もいないと、自分たちしかいないっていう状況があって、やっぱりその時の経験や思いや置き去りにされたっていう当事者の方ですから、私はそのリアルタイムでそのことを知らずにいたことに対してすごく申し訳なかった気持ちと、せめて今それを知ったからには何かしらの形で知ってほしいし、まあ、私は伝える仕事をずっとやってますから、できる方法でいろんな方に知ってもらおうっていうところで、あの自分一人で活動を始めました。まあね、上野さんがその、福島というと全国放送でも原発のことしかやらないと、で、あの地元の放送でも原発のことになっちゃって、こう津波でこうなったっていう部分っていうのが全く報道されないっていうことがなんかもどかしいというか、本人としてはちゃんと伝えてほしいよっていう思いがあったんじゃないですかね。そうですね、そう考えるとやっぱり私はいつもこう静岡県のことが重なって見えてしまって、やっぱり津波が次に来るのは南海トラフ、まあ、静岡県って言われている時に、まあ、原発がもしも万が一緊急事態が起きたとしたら、そこで津波で被災された方は同じように置き去りになってしまうと思うんです、そう考えたらもう本当にとても他人事に思えなくて、実際その、それがどんなに残酷なのかっていうことがやっぱり当事者の上野さんだからこそ語れるし、そういう方からしか伺うことができないので、それはやっぱり静岡の皆さんにすごく知ってほしいなと思っているところで、上野さんは一人でいろいろね、そのお子さんとかお父さんお母さんを探しながら、もう皆さん上野さんが発見された、まあ3歳のお子さんは見つかってないわけですよね、そうですね、あの長女の、8歳の女の子ですけど、
あのみんなで捜索してる時に、うん、まあ、見つかったっていう声があって、うん、はい、で、まあ、上野さんが抱き上げて、うん、まあ、瓦礫や泥や多分そういう中に埋もれていたんだと思うんですね、うん、はい、まあ、自分で抱いて、うん、で安置所まで連れて行ったという体験をされていて、うんうん、でやっぱりこうその壮絶な体験っていうのが、うん、本当にもう二度とこう同じ体験をする自分の子供を、あの8歳の子供を抱いて安置所に連れて行って、うん、でまた業者の人もみんな避難してますから、うん、火葬もできないと、うんうん、でそのご遺体と毎日朝に晩に会いに行ってっていう、うん、まあ、そういう、状況をもう二度と誰にも体験してほしくないっていうのが上野さんの思いで、はい、そういう気持ちから、上映会の場に来ては話をしてくれると、うん、この前ね、うん、浜松の上映会の時もね、はい、上野さん見えたんですよね。そうなんです、うん、びっくりしました。そうなんです、予定はされてなかったんですけど、うん、もうびっくりさせようと思って来ちゃったよ、うん、なんて言って来てくださって、うん、もう本当にありがたいですね、うん、で直接やっぱりあの会場の皆さんに語っていただけたので、はい、私は本当に良かったなと思ってますし、で上野さんのお話しする内容も、うん、実はいつもと結構違ってたんです、うん、でそれはやっぱりこう静岡県っていうところが、うん、南海トラフの次の被災地域になり得るっていうことを考えていらっしゃるからか、すごくその防災マップでは大丈夫な場所だったとか、その最初津波は3メートルっていうふうに第一報が来て、でそれ以降いくら高い津波が来ると言われてももう耳には入らなかったとか、まあ、いろんな意味でその当時の教訓になることを意識して、すごくいつもお話ししない話なんですけど話してくださって、やっぱりそれをそこで話したいって思って急に来てくださったのかなと。このドキュメンタリーの中でも、はい、上野さんがこうゆっくりとこうちょっと噛み締めるように、でもしっかりとこう話をされているんで、非常にこうこちらにこう伝わってくるなと、上田さんの言葉って本当に伝わってくるなっていう気がしました。そうなんです、うん、私も、うん、実はこう映画になったのは最初から映画にしようと思ったわけではなかったんです、うんうん、ただ上野さんに初めてきちんと向き合ってお話を伺った日、うん、まだカメラもとても向けられる状況ではないし、うん、関係性もできてなかった時に、うん、その言葉がものすごく心に直接すごく響いてくる言葉を語れる人だったんです、うん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 、でその時も初めて会った時に、まあ、この人の言葉であればもしかしたら命に関わるすごく大事なメッセージを伝えられるような何かこう形にできるかもしれないっていう、その上野さんを通して何か伝わるかもしれないっていうのはすごく思いました、うん、そうですよね、はいはい、といったところね、1回目の放送時間がですね、はいはい、ちょっとあっという間にもう25分になってしまうというところですね、はいはいはい、この続きはまた来週ラジオの前の皆さんに聞いていただきたいというふうに思います、うん、そうですね、私たちはその1週間の間にちょっと不具治理をいただいたりしたいと思います、鉄さんもいただきたいと思います、ね、はい、ということで、今週来週のゲストはライフ生きていくというですね、東日本大震災を、の被災者上野さんのお宅、上野さんにいろいろお話を伺っているドキュメンタリー映画を作られました笠井千明監督、まあ、来週のお話もちょっと楽しみにしたいと思います。はい、よろしくお願いします、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、ちょっと私上映会の時のね、うんうん、そのドキュメンタリー映画を今思い出しながら聞いてしまいました、はいはい、このインタビューの時っていうのは、うん、やっぱはんなりさんでこう、うん、やり取りしながらっていうことなの で、うんうんうん、はい、で今もうただ聞くだけでずっと集中して聞いたん で、うん、やっぱりちょっといろいろ感じるところが、ね、ありましたね、まあ、本当に私この時号泣してましたけど ね本当に途中でからずっと大作さん黙ってぬっと妙子みたいな、もう本当、ね、やっぱり辛いわで、うん、今までいろんなところテレビとかいろんなところで報道された、はい、場所とまた違う、でそこを僕も知らなかった、笠井さんも初めて知って、自分その時にリアルタイムに知らなかった、
なかったことがなんかすごく申し訳ないっていう思いでなんかこの取材し始めたとおっしゃってましたよね。僕はこれドキュメンタリーで初めて南相馬のこの半径原発から半径20キロからちょっと外れたところで、こういうところがあったんだっていうのを知って、でしかもあれね3月11日じゃないですか、地震があったのが、でその後皆さんいろいろこうもうすぐに探そうってことになったんだけど、3月12日に原発がはぜたことで、皆さんはそこからいなくなっちゃって、上野さんはそこにの一人でも探すっていうようなことになったんですよね。その後戻ってきてくださった方がね、あのちょっとチーム作ってやってみたりとかっていうのはあったんですけれども、いや本当にあの大変だったなって思うんですよね。あの上映会ね、はい、明日、あ、そうですね、島田が午後かな、うん、で藤枝が夕方っていうことなので、はい、ちょっとね、ライフ生きていくっていう言葉入れて検索かけて調べていただければ見られると思いますので、はい、はい、ということで笠井千明さんをお迎えした2回目が来週ということになります、はい、まあちょっと最後ね、お話終わった後にね、ふぐちりがどうのこうのってのは余計でしたね。本当だね、うん、本当にでもね、もう あの場ではね、もうそう言わざるを得ませんでした。もうね、はい、ということで、はい、酒場放浪癖でした。ソエルフラワーズプレゼンツ、伊藤圭介のヘイウエスタン。はい、曲をね、うんうん、行こうと思ってるんです、はい、でこれはね、あのクレインの朝は来るよっていう曲を今からお伺いするんですが、東日本大震災があった2011年の4月に、はい、あの朝は来るよを歌うことを、依頼されて、はい、まあ、浜松のクレインが歌うことになったということなんですね。この歌はもともと山形県のですね、山形南高校の校長先生が、はい、あの学校の子どもたちが、うん、あの太平洋側にもう本当にボランティアでいろいろ行ったんだけど、はいはい、うん、みんなものすごくね気持ちが折れちゃうっていうか、ボランティアの子どもたちがそのぐらいひどい現場に行ってるわけですよね、はいはい、うん、だからボランティアをやってる人たちもこう元気になれるような歌がないかなっていうことで依頼をされてですね、それを東京の、うん、事務所が依頼されて作詞作曲ができて、であのクレインが歌うということになったんですね、はい、クレインは河津桜の植樹にもね、はいはい、この年の12月11日に、うん、福島に行ったんですね。南相馬じゃなくて福島の、相馬に行きましたけど、ね、はい、一緒に行ってくれました、うん、はい、そんなクレインのこの曲を聴いてください。朝は来るよ、クレインで朝は来るよ聴いていただきました、はい、さてここでですね、うん、私たちはいつもお世話になっています、はい、あの酒場放浪壁の放浪していない、いつも同じ酒場というか、うん、まああの、ね、料理屋さん、うん、はんなりさん、はい、こちらからお知らせがございますので、ほうほう、はい、うん、ちょっと聞いてください。3月3日の第1回目となった、浜坂漁港直送の松葉ガニ、ホタルイカ食べ放題飲み放題イベントにご来店いただきまして誠にありがとうございました。で2回目を6月の23日を今予定しております。で次回はハモ祭りをお店の方でちょっと考えておりますので、この機会にまたご友人や会社の仲間、あとご家族といらしていただけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。詳細はお店の方にお電話いただければ、ください、はい、でお電話の際にあの浜祭りと言ってくださったら簡単に運びますのでよろしくお願いいたします。はい、ということでね、はい、はんなりさんはこの3月3日にもこういうイベントやったんですけども、うん、そうですね、うん、今度はね6月23日、はい、まだ3ヶ月ありますけれども、まだ先ですけど、はい、うん、今度はハモ祭り、はい、ハモですね、ということなんですね、うんうんうん、ということでご興味のある方、ぜひぜひぜひ、うん、もう
手帳に書いておいてください。そうですね、カレンダーに入れて6月13日、はんなりハモ祭りって書いておいてください。はい、よろしくお願いいたします、はい、お待ちしておりますよ。はい、さあそれではここで今日はい、花粉知恵袋をそのまま行っちゃおうかなと思うんですけど、時間もそんなないから、ね、うん、はい、ですね、こちら、あ、まずね、ちょっと質問は山川サバオの妹さんね、はい、圭介さん、大作さん、こんにちは、はい、今日は靴の記念日です そうなんだ。お店の店員さんはまず靴を見るって聞いたことがあります。そうなの、恥ずかしい。ああ、足元はね、お客さんのね靴、うん、僕あんまりね買えないんで、嫌だなと思って、買いたいなと思ってもなんか思い切って買えない、 買わないもんですから、はい、うん、で早くもコンビニでは、はい、今はもう母の日のカタログが並んでいました、うん、そうなんですね、大佐さん ね、うん、そうだから母の日だけじゃなくて横に並んで、はい、父の日も書いてあったよ。あ、本当にコンビニのポスターっていうか、あれ本当父の日も書いて、ああそうなんだって書いてくれてるだけありがたいなと思った本当に、うん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 、でね、母の日というとカーネーションですが、はい、最近は紫陽花も人気がありますね。うんうんうん、ね、以前テレビでカメレオンという名前の紫陽花を紹介していて、はいはい、その年購入しました。ほうほう、色が変化することが売りの紫陽花なのですが、だからカメレオンというのが、うん、そうですね、ね、うん、変化しませんでした。あら、大作さん、はい、今年の母の日おすすめのお花はありますか？あ、そういう流れなんだ。カメレオンのことはもう諦めた。諦めたとたまたまちょっとうまくいかなかっただけなんじゃないの。まあ普通変わりますけどね難しいな、難しいね、うん、おすすめのお花ね、はい、うん、なんだろうね、はい、何があるかな。最近でもないけど、あのカラーっていうお花とかね。カラー、うん、あったり、母の日に結構人気だったりね、うん、はい、うん、まあ、あとやっぱり定番だけどバラ、ね、バラとかね、なるほど、スプレーバラ、小バラか、ちっちゃな小さなバラのね、うんうん、鉢植えとかも結構人気ですね。ああ、なるほどね、うん、はい、じゃあちょっと参考にしていただいて、山川さんの妹さん、はい、ね、母の日のプレゼントを考えてください。そうですね、はい、うん、そして悩みを聞いた圭介ラブさんからはですね、はい、先日新聞で見たんですが、うん、魚竜梅ってどんなお花ですか？え、恐竜？魚竜でした魚竜梅ね、なん、どんな字書くの、うん、魚竜梅、魚竜梅はね、梅は梅ですね、梅は梅、梅は梅、うん、魚竜がね、なんだろう、いろんな書き方あるんですよね、うん、なんかこれ言葉で難しい説明がカタカナ魚竜梅、はい、うん、あの、なんだろうちょっと濃いめのピンク色の小さなお花がね、ほうほう、バーッと咲くんですけど、ほうほうほう、うん、これ説明しにくいね、うん、この鉢であれするの、そうなくて、鉢もあるかもしれないですけど、まあ結構大きいですよ。大きい、あ、大きいの、大きな木なんで、大きいな、ドンという感じなんで、うん、じゃあバイは梅というか木の種類、はいはい、木なのこれ、木ですね、木なの多分 木じゃないのかな木じゃないの、木だと思いますよ、うんうん、はい、ということで、あの、調べてください。ちょっと分かんなかったかもしれない、よく分かんない、はい、で、渡辺さんからね、はい、あの、先週は多肉植物の名前を調べてください、ありがとうございました、はいはいはい、あの、熊童子ありましたね、はい、うん、で、これね、あの、ソイルフラワーズさんで購入させていただきましただって言ってくださいよ、ね、一目惚れして家に来てもらいましたが、大きく成長してくれて、はい、鉢が小さくなり、うん、地面に植え替えたところ、うん、後日うっかり踏んでしまいました、あら、あ、なんていうことだってもう、ね、あらら、そう、あ、でも渡辺さん、まだでも多分一回踏んだぐらいじゃ大丈夫と思うんですよ。大丈夫だ、多分、ね、あれどんどん増えますね、増やせられるんでね、多肉植物はね、多肉植物ね、うん、簡単に、はい、うん、大切にねしていただければというふうに思います、はいはい、このコーナーではお花のプレゼントもやっておりますので、はい、あの、いろんな質問事項は、まあ、花粉知恵袋、うん、でお花のプレゼントは別個どなたに渡したいとか、はい、それを書いていただいてですね、うん、はい、こちらの方に送っていただければと思います、はい、メールアドレスは、はい、hey@fmharo.co.jp fmharo.co.jp でお待ちしております。はい、だんだん時間がなくなってきてしまいましたけれども、大作さん、ソイルフラワーズからお知らせございましたら、お知らせはね、先ほども出ましたけど、うん、もう母の日のご予約、はい、ご注文受けたまわり中なので、はい、うん、ぜひぜひ、ソイルフラワーズで検索してもらうとね、うん、うちのお店のホームページ行きますんで、うんうん、まあ、見ていただいて、ぜひご注文お早めにお待ちをしておりますので、ね、はい、まあね、今3月15日ですから、うん、いや、大体2ヶ月後ぐらいなんだけど、そうそう、
でももうあそうもう準備始まってますんで、まあそれはコンビニにねポスターが出るぐらいですから、そうそうそう、ね、いろんなところでやってますから、うん、はい、ぜひコンビニの中ではいくつかこう商品選んだりするあれだと思うんですけども、うんうんうん、お花って決めたら花粉者の方に一つよろしく、そうですね、お願いいたします、しますね、ぜひとも、ね、はい、ということで、今日はですね坂間放浪壁の方はですね、はい、笠井千秋さんにいろいろね、はい、あのドキュメンタリー映画ライフ生きていくについて伺いました、うん、東日本大震災この時期ですからいろんなテレビや、はい、あのラジオでもやってると思いますけれども、うん、あの主人公のねドキュメンタリー映画が出てきました、はい、上野さん、はい、上野さんはね本当に3月11日っていうその日がどうっていうんじゃないんだと、うんうん、とにかくその時にそういうのがあったんだけども それをね、うん、教訓にしてこれから、うん、っていうこと、うん、だから笠井さんもそういう思いでライフ生きていくっていうのは今生きてる人たちがこれから生きていくっていうことに役立ててほしいというようなこともすごく込められてる作品なんですよね、はい、うんうん、来週またねどんなお話になるのかというです、ね、ことですけれども、来週僕喋ってませんので来週は全然だよね。全然ですね。うん、そうだよね。もうトイレ行きましたかね。1回目の今日の収録の部分が終わった後ね、うん、もうなハンカチでこうやってね、トイレ行って泣いてまた帰ってきて、帰ってきました。でまた喋らない。本当に。喋ったら泣いちゃうからね。ああ、まあそうですよね。うん、まあ。ということで、はい、来週もよろしくお願いします。お願いします。ちょっと明日は藤井で行ってサッカー喋ってきます。あ、先週はあのジュビロだったけどね。ちょっとね、はい、残念でしたね。はい、ということで、この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風車ソイルフラワーズの提供でお送りしました。ではまた来週。さよなら。